お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍界大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。キュービにはお前をぶつける約束だからな。とはいえ、お前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラをものにできたことも、確かに嬉しいことだろうけど、それより、母親に会えたことが、ナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よ、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは、俺の中の別の場所に取ってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して、俺の力にする。ん？こんな感じでな。これが、キュービのおかげで急激パワーアップ！イエー！ん？何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか。感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこう、もやもやした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は、暁のサメ野郎！なぜだ？あの時お前は確実に俺が倒した。あの本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術！ハチビ、あなたのそばにいたおかげで。忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさないよ。真実の滝だと？ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか？ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺を走るぞ。この人ちょっとあれなんで。すみません。いえ、行くぞ青葉。ああ、やっぱり俺も行くんですね。
ここが真実の滝か。話によると、ここに座って目をつぶると真実の自分が見えるそうですね。どうです、ガイさんもやってみては。バカを言え。そんなことよりナルトの応援に行くのが先だ。そんなに怒らなくても。あ、もしかして本当は自分の真実を知るのが怖いんじゃ。ん何が、俺が怖がっているとでも。ノープロブレーム。そこまで言うなら見せてやる。何者も恐れぬ強靭な精神。こんな変な奴が俺の真実の姿なのか。違います、よく見てください。そいつは暁です。確か名前は星垣貴様。星垣貴様。まさかこんなところであなたに会えるなんてね、珍獣。このサメ顔、どこかで。そんなことより、そこをどいてくれませんかね。ガイさん、そいつを逃がしてはダメです。暁のお前がここで何をやっている。それをあなたに教えるとでも。いずれにせよ、お前を逃がすわけにはいかん。いいでしょう。あなたとの縁もどうにかしたいと思っていたところです。この大刀サメ肌で削り切って差し上げましょう。なるほど、相当できるようだ。だが、俺は魔王の王子、サメごときに決して遅れは取らんぞ。戦闘開始。ここで会ったことはあるぞ。なんと記憶力のないタコと言ってるんだ。こうしてあなたと戦うのは3度目なんですがね。牙では猛獣を食らうことはできん。覚えておけ。
終わりだ。俺の勝ちだ。まさに珍獣。これほど体術の強い忍びは珍しい。あなたとは三度目ですが、まさかここまでの敗北を味わうとは。まあ、あなたは私のことなど覚えていないようですが。ガイさん、やったのか。激丸先生ってばすげえ。そいつを倒すなんて。そのまま奴を捕らえてください。その後俺が記憶をたどって情報を引き出してみます。木の葉の情報部の者もいるのですか。よし、このまま奴を拘束する。手伝うってばよ。まだ動けるのか。気をつけて、何か仕掛けてきますよ。この状況、今の私に逃げ道はなさそうですね。ですが、この情報だけは。ってばよ。最後の悪あがきってやつか。これで私の役目は終わりですかね。イタチさん、今日からあなたと組むことになったものです。元霧隠れ忍び刀七人衆の一人、星垣キサメ、以後お見知りおきよ、内葉イタチさん。あなたの噂は聞いています。内葉の同胞を皆殺しにしたという噂は。同胞を殺すあの感覚はとても口で言えるもんじゃありませんよね。私も同じ境遇にあるもの、あなたの気持ちは分かりますよ、イタチさん。よく喋るな、お前。まあそう言わずに仲良く楽しくやりましょうよ。一度でも仲間に手をかけた人間はろくな死に方をしないものだ。覚悟しておけ。なら、あなたも私もすでにろくでもない人間ってことですね。いや、どんな奴でも最後になってみるまで自分がどんな人間かなんてのは分からないものだ。
際になって自分が何者だったか気づかされる。死とはそういうことだと思わないか。イタチさん、どうやら私はろくでもない人間。何かするつもりか。みんな注意しろ。でもなかったようですよ。さっきのは水分身だったのか。いや、そんな素振りはなかった。多分本物だ。イタチとツーマンセルで組んでたほどの男がこんな死に様だとはね。でも敵の俺たちに仲間の情報を渡さないためにやったんだ。暁の中にも仲間のことを思って動く奴らがいるんだってばよ。敵ながらあっぱれだ。忍びの生き様は死に様で決まる。星垣貴様、お前のことは一生覚えておこう。リンネが長門の隠し場所を素直に話す気はないようだ。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う。なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った？渦巻きナルト、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか？彼は光だからこそ希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのにまだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織。私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び長門が開眼したもの。やはりあなたのものではない。二つ勘違いをしている。どうせ最後だ。教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも。だから返してもらうと言った方が正
正しいか。はい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘にすぎる。お前を捕らえればどうにでもできる。うちはの動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私も長門、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだろうな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。
く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ。お前も。だが俺はまだ倒れん。さてこれからどう攻める。暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンを長門に与えたのも俺だ。弥彦も長門も己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言え。所詮お前も長門もナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。希望などありはしない。ナガトはナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私は信じる者たちに道化などいない。弥彦、長門、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じて今度は彼が平和の架け橋になる男だと。私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでまだ実に死んだかな。バカな、どうして。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる内葉の禁術。内葉と千住、この両方の力を持つ者だけが許される道術。内葉と千住、それは陸道の力に。あなたは一体何者。俺は千住柱間の力を手に入れた内葉間だ。二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も一
忙しいみでな。話は終わりだ。現実をかけ終わったとき、お前は終わる。修行？いえ、晴れてキュービはナルトのもの。あとは熟成すれば本物。熟成って？熟成イコールコントロール。これにて修行はエンドロール。ああ、つまり次はキュービチャクラをうまく使いこなすための修行をするってさ。そしてそれが終われば修行は終わりだそうだ。さすがヤマト隊長、よく B のおっちゃんの言葉がわかったな。褒められても全く嬉しくないんだけど。修行の舞台は真実の滝。 OK、 レッツゴー。手前よ。おし、真実の滝だな。やってやるってばよ。いろいろ心配だし、僕もついていった方が良さそうだね。